ですけど、楽天の社員の方が、あの、業務ではなくて個人的な活動をしてるんですね、皆さん。はい。まあ、ぶっちゃけ言うと、ノルマを与えられてるので、必死に個人のリクルートしてるんですよ。で、木谷さんも、それは発表してるんですね。個人の活動を認める、やらせるっていうことで。で、楽天社員として、その、X で、 個別に DM でね、お客さんをリクルートしたり、対応したりしてるんですよ。で、その、楽天社員の方たちの、例えばサポート一つ言うと、まあ、X でたくさんの方が、あのね、AKB48 みたいにこう、そんな名前くっつけてね、はい、私から私からってこうやって競争でやってるんですよ。で、その時に、はい、私のキャンペーンから入ってくら、この人のボタンから入ってくださいね、私の紹介で入ってくださいねってやってるんですね。はい、で、その、 A さんという A, B, C の従業員の方がいたら、A さんのキャンペーン番号は個別にお客さんには分からないんですけど、リンクのところに個別の ID が埋め込まれていて、A さんは001番と、B さんは002番、C さんは003番、個別にその固有の ID が割り振れられているので、どの人のリンクを踏んで申し込んだかっていうのがちゃんと記録に残るんですね。 で、自分も、あの、パソコン使ってるので、右クリックすると、その、リンクのページの末尾を見ると番号が違うのがちょっとわかるんですね。この方はこの番号というのが、あの、パソコンだとわかるんですよ。で、その時に、その、同じ、例えば、あの、ファンの人をつけて、リクルート活動してるんですけど、A さん、B さん、C さんといた場合、 A さんのキャンペーンを内容を見て、うっかりログインしちゃって、で、ちょっと考え直して、で、C さんのページに行って、ああ、この人のファンだ、ファンになったつって、じゃああなたの、あの、リンクから入りたいですつって、で、あの、応援しますつって、申し込むじゃないですか。はい。そうした場合に、この C さんの紹介の申し込みにならないんですよ。ええ。っていうのが、A さんの、 ログインを先にしてしまったから、申し込んでいないのに、A さんのページでログインをしてしまったので、勝手に闇エントリーされてしまってるんですよ。で、従業員の方たちは、その、そのキャンペーンが適用されてるかどうか、その、第26条を守られていないために、申し込みをしても、そのキャンペーンが適用のか否っていうのが、一切契約の内容には書かれていないし、 マイペースにも一切記載されていないので、不安になるんですね。うん、だから、申し込んだ社員の人のところに、あの、すいません、うん、キャンペーン適用になってるか確認してくださいって、こう、受付をやってるんですよ。はい、で、その時に、私からの紹介でないと、お、お答えはできませんって、こう書いてあるんですね。うんうん、それで、あのー、そこでトラブルがいっぱい出てくるのは、あの、みんないろんなところを見てて、その、 ログインし、うっかりログインしちゃったら、その人でエントリーするとの知らないわけじゃないですか。はい。うん、誰の紹介かがわからないということですね。そう、本人がね。はい。なので、えー、自分も今その状況に陥っちゃってるんですけど、はい。あのー、はい、うん。自分も従業員紹介キャンペーンで、はい、三木谷さんの紹介のところからダイレクトに入ってるんですけど、はい、あのー、えー、楽天のサポートに確認すると、 あの、うん、そ、それで申し込んでいないので、キャンペーンは無効ですって言われたんですよ。うん、で、ポイントが配布されなかったら、改めて連絡してくださいと言われてるんですけど、実際にポイント配布されるのは4ヶ月後の末なので、12月の末なんですよ。 8月に契約して、そのポイントに魅力があるから、それで入っているのに、はい、8、9、10、11、12回5ヶ月分払って、5月の、ま、31日に入っていなかったら、1月以降にご連絡くださいって言われるんですね。例えば最低限の利用料金あっても6000以上払うことになるんですよ。えー、で、そうやって返されるんですよ。えー、で、その、通常、もしキャンペーンの申し込みに失敗してるんだったら、 早めにやめて入り直したいじゃないですか。はい。ところがですね、自分の場合、あの、5月、8月の12日に申し込んだものが、別のリンクで無効になってしまうってことで今言われたんですけど、それが、一回ログインしてしまうと、最初言ったように、そのログインが翌々月末まで有効になっちゃうんですよ。 なので、その、翌々月末以内に契約したものは、すべて、その、一番最初に入ったログインのやつに紐付けられちゃうんですよ。うん、なので、今自分が、そのキャンペーンがね、適用されませんと、ええー、ってなって、じゃあすぐに解約して、もう一回その、三木谷さんのページから入り直したとしても、もう、フラグが立っち,ちゃってるのが向こうのフラグってなってるので、入り直しても、それが無効になっちゃうんですよ。 だそれがいつ踏んだのかも、だってネットサーフィンしててわかんないじゃないですか。はい。うん、楽天リンクから、あの、ペラリンって来てなんか押さないと消えないしね、マークが。はい。